ゼロから始める魔法の書は、古装かけるによる日本のライトノベル作品。公式略称はゼロの書。イラストは静間義則が担当している。電撃文庫より2014年2月から2017年12月まで全11巻が刊行された。2013年に行われた第20回電撃小説大賞における大賞受賞作。 使い方によっては世界を滅ぼしてしまうほどの大きな力を持つ魔法の書をめぐり、獣人の傭兵と魔法の書の作者である魔女が共にその後を追うファンタジー小説。受賞作である第一巻は過失訂正の後、2014年2月に電撃文庫より刊行された。推薦文は佐島勤。2017年5月時点で、 累計発行部数は62万部を突破している。2014年12月発売の電撃魔王2015年2月号より岩崎隆による漫画版が連載された。さらに2015年10月発売の同志2015年12月号よりデフォルメされたキャラクターによるスピンオフ漫画ゼロから始める魔法の書なのが暗楽の作画で連載された。二千十六年には オークスのキャラグミンにてゼロが、ガレージキット化され、ことぶき屋からも、ゼロと傭兵を組み合わせたフィギュアの発売が発表された。2016年10月のイベント、電撃文庫秋の祭典2016において、2017年春より、テレビアニメ化されることが発表された。2017年3月には2017年初夏より、ソーシャルゲーム化されることが発表された。本編完結後、 ウェブ上にて、本作の後日談、魔女と野獣の極めて普通な村づくりを連載。また、著者の古装かけるは、第10巻及び、第11巻の後書きにて、本編完結後の主人公二人が暮らす村を、舞台とした第2部の執筆を明言していたが、その後2018年8月より、レーベルを講段社らの部分庫に移し、宣言通り本作の続編にあたる、新シリーズ。 魔法使い黎明期を開始した。教会歴526年、魔女と魔術が存在する世界。獣落ちと呼ばれる生まれつき犯人犯獣の姿をした、傭兵の、俺は、高い魔術を秘めたとされる、自身の首を狙う魔女から逃げている最中、ゼロと名乗る、別の魔女に窮地を助けられる。ゼロは、自身が書き表し、何者かによって住処から持ち出されたゼロの書という本を、 探していた。その本は魔術に変わる魔法という新しい知識に関して記されており、才能のある人間がそれを読めば、超常的な現象を引き起こすことができ、世界をも滅ぼしかねない危険な魔法書だった。ゼロに気に入られた傭兵は、自分を普通の人間の姿に戻すことができるというゼロの提案により、それを報酬に護衛として雇われ、失われた。 魔法女を巡る旅に同行することになる。兵器されている声優は、中期がない限り、すべてテレビアニメ版及び、ソーシャルゲーム版のものである。2014年2月から2018年8月まで、電撃文庫より、全11巻が刊行された。小説家になろうにて、魔女と野獣の極めて普通な村づくりというタイトルで、本編の後日談にあたる短編が公開されている。 ゼロから始める魔法の書、岩崎隆による作画で、電撃魔王にて2015年2月号から2017年8月号まで連載された。単行本は電撃コミックスネクストから刊行されている。ゼロから始める魔法の書なの。暗楽による作画で、電撃魔王にて2015年12月号から2017年5月号まで連載された。 観光本は電撃コミックス EX から観光されている。2017年4月から同年6月まで ATX 他にて全12話が放送された。ナレーションは石塚雲章が務める。原作の第1巻がアニメ化されている。2016年10月6日に行われた電撃文庫秋の祭典2016においてアニメ化発表イベントが行われた。 イベント内では、PV 第1弾が上映されたほか、主要キャストとして、ゼロ、花森ゆみりが、獣の傭兵を、小山剛が、アルバスを第一王がそれぞれ演じることが発表され、キャストによるトークショーなども行われた。2017年1月27日には、放送局や、放送月、そして追加キャストとして13番を、小安武人が、ホルデムを、 加藤正幸が演じること、さらに新たなキービジュアルも発表された。2017年3月12日には、電撃文庫春の祭典2017において、ステージイベントが行われ、PV 第2弾の上映や、発表済みの主要キャスト5名による、トークショー、他、ピミルによる、オープニング主題歌のライブ歌唱などが行われた。また、それと同時に放送日や、放送時間、 メインビジュアル、設定画のほか、主題歌情報の詳細や、インターネットラジオの配信も発表された。さらに、同年3月26日のアニメジャパン2017での主要キャスト3名による、ステージイベント開催も発表された。同年4月2日には、ニコニコ動画において、主要キャスト3名による、ニコニコ生放送番組、ゼロから始める魔法の書ゼロ生、が配信された。 また、同年4月7日から4月10日にかけ、放送開始に先駆けて、全国のアニメートにて、本編の第1話と、第2話の無料先行上映会が実施された。ゼロの書ラジオゼロラジ。のタイトルで、音泉にて2017年4月8日から7月1日まで、毎週土曜日に配信された。同年7月15日に、SP 会が配信された。パーソナリティは、 ゼロ役の花森ユミリと獣の傭兵役の小山剛、アルバス役の大地王、ありがとうございます。